ブラックベリーボールド9900はカナダの携帯電話メーカーリサーチインモーションが開発したブラックベリーシリーズのスマートフォンでハスパに対応する最上位機種であった。かつて日本では NTT ドコモよりドコモネクストシリーズの端末として提供されていた。日本のほかアメリカ、ヨーロッパ、アジア、豪州で発売されていた。ボールドシリーズでは2011年6月に 発売されたブラックベリーボールド9780の後継機種となっている。ブラックベリーのスタンダードなストレート型全面クアーティキーボードの形状であるが、ブラックベリーボールド9780よりも一回り大きくなり、ブラックベリーボールド9000に近い見た目となっているが、背面はこれまでの皮張りではなく、カーボンファイバー素材のカバーとなった。OS は、 ブラックベリー OS 7.1となり、インターフェースが刷新されたほか、フルタッチパネルのディスプレイを採用し、加速度センサー、デジタルコンパスに対応した。スペック面においても、Android などによく搭載されている Snapdragon シリーズの CPU である MSM8655 が搭載されており、動作速度の向上が図られている。特にブラウザは、 9780に比べ大幅な速度向上を図ったとされている。日本では NTT ドコモからリリースされた。ブラックベリーシリーズとしては、初の方がハイスピードの下り 14Mbps、上り 5.7Mbps にも対応。Wi-Fi テザリングや D メニュー、エリアメールなどにも対応した。NTT ドコモにおいても、ブラックベリーインターネットサービスや、 ブラックベリーエンタープライズサービスのオプションを付けることで企業グループウェアとの同期、プロバイダメールやウェブメールのプッシュでの受信を行うことができる。SP モードメールも利用可能となる。赤外線やお財布形態は搭載されていないが NFC が搭載されている。入力言語や表示言語は日本語のほか、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、中国語、 韓国語などに対応する。当製品以降のブラックベリーの NTT ドコモ版はリリースされておらず、NTT ドコモ版最後のブラックベリーとなった。アプリケーションはメーラーやブラウザ、カレンダー、メッセンジャー、アドレス帳、ツイッター、フェイスブックなどの他に RIM 社が展開しているブラックベリーアップワールドといわれるブラックベリーのアプリポータルアプリケーションが プリインストールされており、こちらからアプリケーションの追加が可能である。対応プロファイル、HSP、HFP、DAN、OPP、A2DP、AVRCP、SPP、p b a p SIM アクセスプロフィール、MAP、HATRIM プレス説明会レポート。ただし、いずれのサービスも、日本では2017年3月31日に提供終了予定。 ブラックベリーサービスの新規受付停止及びサービス終了について報道発表資料。ドコモネクストシリーズブラックベリーボールド9900に新色を追加お知らせ NTT ドコモ。ありがとうございます。